今回の動画ではテレビの Wi-Fi 接続についてご案内します。テレビのメーカーなどによって設定画面は異なりますが、基本的には同じような操作で設定ができます。まずはホーム画面を開きます。次に歯車のマーク設定を選びます。設定画面が開いたらネットワークまたは通信設定を開きます。そうすると接続できる Wi-Fi の一覧が表示されるため、ご自宅の Wi-Fi を選択してください。最後に Wi-Fi のパスワードを入力する画面になるため、パスワードを入力してください。しばらくすると Wi-Fi に接続されます。接続済みと表示が出たら設定は完了です。 YouTube などインターネット動画を開いてインターネットが接続できているか確認をしてみましょう。